新年明けましておめでとうございます。皆さん今年もよろしくお願いいたします。ってことで2024年になったわけですが、今回は2024日なんで24体の色違いを捕まえますが、実は青の円盤に出てくる御三家がちょうど24種類のため、今回は色違い御三家24種類を全て捕まえようと思います。さあ行くぞ。誰から厳選するかと言いますと、ワニの方です。はい、ワニの子からいきます。俺はこいつをもう取ってあったんや、ずっと。正直ね、そう、ワニの子で、ね、今回逃したらマジでもう一生出ねえ気がするからさ、もう最初にお前を終わらす。はい、デカデカの水5体6体悪くなくね、普通に。おお、いや、いるや、これ簡単だよ。お願い、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 お願い。バカ野郎。ん？ちょっと、ちょっと、ちょっと待て、おい、ざけんなよ、お前。は？え、お前、嘘でしょ？え、嘘だよな、お前。お前、嘘だよな。お前、嘘と言ってくれ。嘘と言ってくれ。今年の初色違い、お前？わしも？嘘やろ。わしもんなの、今年の初色違い。なんで？にあるんかい。あるんかい。なんなんだこいつは。おお、人慣れね。よくわかんねえや、もう怖えよ。もう俺は怖くなってきた。これは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 ちょっと困っちゃうね。だいぶね、だいぶ困っちゃうよこれ。終わったな。まあわしも光ったから、じゃあ取っとっか、しょうがね。だって気分で出直すって、これ多分レイチャさんだよね、多分だけど。ちょっと待ってくれよ、おい、おかしいだろ、こいつこんなのだっけ。あれあれあれ、ちょっとなんかおかしいって、最近おかしいって。俺が欲しいのは割の子なんだよ。捕まんないし、舐めやがって。よいしょ。まあ一応貸してみるか。まあないと思うけどね。ないと思うけどね。あるんかい。嘘やろ。お前ら嘘やろ。うっ。今日はもう訳がわかりません。ああ、お前人しらきちゃうんだ。とんでもねえや、こりゃ。こりゃとんでもない日だね、今日は。うん。マジかよ。さあ、SV 史上3回目の人知らです。しょうがないのかこいつは。いや、どう、いないね。はい、いません。いや、マジでこれ1ヶ月かかるって、ちょっと。これねえ、これ1ヶ月かかっちゃうって、マジっすか。待て、よかったよかったよかった、違った、危ねえ危ねえ、よかった。セーブしよう。オッケー、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。ワニの子さん、あざーす。まあルアーボもいいけど、ダイブでいきましょう。オッケー、ナイス。よし、ではでは証を見ましょうかね。来い。ねえ、お前らが来てなんでワニの子が来ないね。おかしいやろが。なんで輝きパワーのない2体が来るね。まあまあ、しょうがない。
ということで、残り23体となりました。よし、次ちょっとなんか遭遇で終わるやついこう。で誰いこうかな。まあ、炎か水だけど、ポカブいく、ちょっと。ポカブやります。はい。気分転換のポカブいこうかな、ちょっと。あと、何が残ってるんですか。まあ、何が残ってるというか、あの、割の子以外の、御三家全部残ってる。消えちゃった。いいですよね、いいですよね。オッケー。危ねえ。まあ、ちなみにそう、俺の作戦としては、まあ、30分以内にポカブを光らせます。でその残った遭遇の炎で、あの別の、そう、別の炎御三家の耐えらせを出して、まあ、ここまでを30分以内にしたい、とりあえずね。えポカブくん頼むよ。アリマロンの人気ゼロやないか。あ、終わっちゃった。一回ポケモン買いよう。やだよ俺ここまで来てポカブーここまで来て買えるわけないだろうが。出すんだよ俺ちゃんと。俺はちゃんと出すのよ、ポカブを。あぶねえ。あぶねえ。クソあぶねえ。クソ危ないです。そうだよ、レベルもいいじゃん。でも、演武なんか青っぽくなんだよな。オッケー、ナイス。ナイス。うおよーし、ナイス、ポカブ。ポカブナイス。ポカブいいよ。せーの。はい。はい。はい、はい、はい。よし、オッケー。まあ、ちょっとテラス探すなんか。そう、ツタージャとか来たら熱いしね。そう、ツタージャとチコリタも熱いってか、チコリタマジで来てほしい。早めにね、きつい系はね、終わらせたいんだよな、正直。さあ、変わった。なし。もうそれかね、もう最初に来た草御三家をやるっていうのもいいかもしれない。さあ、やる気のあるやつは誰だ？やる気のあるね、なししか来ねえじゃねえかよ。あ、ハリマロン。ハリマロンだ、これは。これはハリマロンだ。いや、わかんない。いや、違うかもしれない。うん。一旦見なかったことにしよう。やる気が、あースタージャー、スタージャー来た、スタージャーじゃあスタージャーやるよ俺。うん、ちょっと難しい系はね、ちょっと先に終わらせたい。やっふー、いやー、なんだよそのシシコは。これ場所ちょっと、これ草がさ邪魔だよねこれ。うーん、ここで光ったら本当にもう熱いよ。マジで。そう、今までのね、そう、ワニの子とポカブの下振れの分、そう、ここで上振れてもいいかもしんない。いや、それか、なんかあと15分くらいでしょ、これ。あと15分くらいだから、なんか他のさ、遭遇でできる草の源泉行くか。ちょっと、いやー、これ数十分別の行くか。ちょ、なんか何取るか出やすいんだっけ。ちょ、何取る終わらそうじゃん。速攻で。速攻でナイトルを終わらす。あー、これだね、これだね、これだね、ここだね、ここだね。え、待ってよ、来た。来たー、嘘でしょ。ほら、光るんすよ、ナイトルが。しかも、滅じゃねえか。どうなってんだ、こりゃ。しかも、滅で草です。まあ、フレンドボールでいっか。よし、オッケー、ナイス。これ証あるぞ。せーの、もうこれでもう思う存分スタージャが厳選できますと。
いや、ワンチャンモクロ光るこれ。それかノーマークの、そうノーマークのモクロがねこれ光るかもしんない。ワンチャン。なんかたまに開くんだよな、モクロ。ひょこっと、そうひょこっと開くのよ、モクロさん。これワンチャンあるよ。ワンチャンのモクロ。あーやっちゃったな、これはもう最高だ。これはもうちょっともう止まんないわ、今日止まりません。ありがとうございます、ありがとうございます。この上振り熱いね。30分で2体つか、ありがとうございます。プレボだよ、オッケー、頼むよ。証証欲しいな、スタージャの証欲しいな、スタージャの証が欲しいな。いやーなんか御三家の証が来ねえ、なんでやねん。いやちょ次誰行こっかな。ワニの子、ポカブ、ナイトル、スタージャと光って、まあ水か行くとしたら、ケロマツもいいな。ケロマツとかいいな、ケロマツとかいう可愛いポケモン。そうケロマツもね遭遇できるんだよな確か。 OK、ここら辺で突っ立ってるなんかたくさん出るみたいな。おーおーおー、そうだよ、そうここら辺で突っ立ってりゃ嘘だろ、嘘だろ、え、あ終わった、ああ終わっちゃった終わっちゃいました、ありがとうございます。キロマツ終了です、ありがとうございました。えぐいね、ちょっとボールどうしよっかな。まあダイブでいっか、黒、いやいや、ムーンボールとか、ムーンボール、月光が、黒月光がに合わせてのムーンボール、ちょっと捕まれて、お願い捕まって、ね、捕まって、おいレポートしてないんだよ、ちょっとケロマツもふざけんな、俺レポートしてるんだよ、おい俺レポートしてないんだって、ちょっと頼む、本当にもう引き下がれねえんだよ、引き下がれねえんだ、よし OK、 お前頼むぞ、さすがに証しくれ、証しくれよお前、ムンボの責任取ってくれな、頼むぞ頼むぞ、頼む。俺は水五郎行きます。そう、やはり俺は日頃の行いがいいってこと。なんならこれ水五郎も光るぞ。大きいビーチにのたくさん。足まり？足まりな、なんかあいついい思い出がねえんだよな、正直。足まりちょっといい思い出がね、なさすぎるんだよな。前回俺2時間くらい飲まったからな。足まり。まあいいペースではあるね。そう序盤のワニの子が結構沼ったものの、そういうこと、他で上振れてくれるんですよ。そう序盤のワニの子で沼ってもね、そう他の御三家がサポートしてくれる、素晴らしい。しかもなんやその位置はなんだその位置は、減らされてるやないか。お前とんでもないわこいつ、こいつとんでもねえ、やべ負けちまう、最悪負けるぞこれ、やべやべ待って負けちゃうねえ、負けちゃう、負けちゃう、ちょっと起きたら負ける、起きたら負ける、起きたら負けるんや、よし OK、 はいナイス。では水五郎さん、上がしてお願いします。あーあーで足割りどこ、なんか大きなビーチって言ってたけど、ここ大きなビーチってここにいんの、どれ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 、あれ全然いないぞ、なんだこれは、ん、おー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 
おほほほほほおほほほほほだな、これは最高。あ、終わってる、終わってら、終わってら、終わってら。お前どう、ワンちゃん8位は。まあいいでしょう。なので一旦セーブして、ではでは炎行きましょうか。なので移動します。よし、さあ問題、ヒコザルとヒバニーどっちが光るでしょうか。そう、 BW はねやってないんですよ俺。あれ BW っていつ発売された、あれ。あー、よっしゃ来た、よっしゃ、よっしゃ、ヒコザル来た。よーし、よし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 、お前か、ありがとう、偉いぞお前、お前偉いぞ。オッケー、オッケー。さてと、お前何してんねん、何をしとんや。さあ、ヒバリンや、お前は光るんか、お前はやれるのか、お前はやれる男なんか。あ、ドリボーに、確かにドリボーでいくか。まあそろそろ証も来る気するしね。うん、そろそろ来るでしょ。6体捕まえてさ、誤算逆足ゼロって、6体捕まえてさ、誤算逆足ゼロって。ヒコザル、ヒコザルさん信じてますよ本当に。お願いします。ほらな、ほら、そうなんだよ、そろそろ来るんだよ、そろそろ来るってこと。ありがとう。おお、ショウゴいいね、腹ペコのヒコザル、ありがとうございます。オッケーオッケーオッケー。ちょっとヒコザルは来すぎ、ちょっともうヒバリでいいぞ、もうヒバリでいいぞ。うん、じゃあ、アーチャーも見ちゃおっかな。全然わかんねえや。さよなら。お、そう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 。今確認してみると、カントはローラ、ガラルの御三家が一匹も厳選しない。ああ、まあまあまあ。まあ確かに足回り捕まえてねえしな。まあここでヒバに捕まえれたらいいんだけどね。そう、このちょうどいい距離感ね。そう。さあ、アチャモとはね、そう、ちょうどいい距離感を保ちましょう。うわっしゃはい、最高、はい、最高。でかすぎ。あー、でかすぎ。でかすぎ、ワロタ。ありがとうございます。いや、なんか全てがうまくいくな、なんか全てがうまくいくじゃないか。なにー、あなにお前カウンターとか持ってんのか、マジか。ガッサが死んじまった。いや、まあモンボでいっか。よし、オッケー、ナイス。こいつやって、あ、てか、まあ、スピボーでもよかったね、確かに。まあ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 。まあ、証があったら捕まえ直すか、じゃあ。そう、証があったらスピボーで捕まえてもいいかもしんない。お願いします!あるあるあるー、さ、なんだ。おう。おう。なるほど。さてさて。草。草いくか。オッケー。ここで、
ここで飛行をつけたら木狼がめっちゃ、おおすげえ木狼すんげえ湧くな。おお、なるほど。おお、木狼ばっかじゃないかーい。木狼ばっかじゃないか。え、マジで木狼ばっかやん。え、マジで木狼ばっかやんけ。なんだここ。最高。あ。あ。終わったねー。いやー、ちょっと今シーズンちょっとランクマガチってもいいな、マジで。だエレキブルがね、意外と強い気がする。うん、エレキブルね、相当強化されてますよ。ちなみにそう、ビルドアップをね、覚えたのでかい。ビルドアップ、草分け、サンダーダイブ習得もでかいね。怖いんだよな、あれ。入れてるけどさ。あれ、怖いんだよな。サンダブ。サンダブが、うわい！オッケー！いや、まあまあまあ、さすがにな。そりゃ、出ますわな。ありがとうございます。まあ、30分経ってはいるけど、ナイス。あ、やばい、待って、これレポートしよう。ダメだ。お前は、やばいやつだ。待って、お前はブレバをしてくるんだよな、そういえば。危ねえ。まあ、桃でいいや。うん。オッケー、よし。ありがとうございます。早いね。さあ、手と証を見ましょうかね。お願いします。まあ、え、誰行こうかな。でも草余ってんだよな。草が余ってて、ちょっとチコリータ終わらしに行く、これ。遭遇のさあ、でも飛行か、これ。そっか。おめえ飛行じゃねえかよ、ふざけんな。俺遭遇の草じゃなかった。やべ、遭遇の草でやってると思ってた。そうじゃん、お前飛行やんけ。ああ、そうか。いや、ちょっとめんどくせえ。それ、なんだよ。あーって、チコリータいる。チコリータいる。お前、マジかよ。初めて見たわ。嘘。噛みすぎ。あー終わった。ちょっと待って。俺どこ俺そこか。俺そこだろ。ちょっと怖くないか、それは。俺そこか。ちょっと。お前、じゃあ、お前を。倒して、そう、また始まったな、これまた始まったな。ちょっと待って、いる。OKOKOK。 あぶね、よかったてか、よかったというか、マジかよ。あざっす。やば。まあ、ボールは、まあ、いや、どうしようかな。モンボでいっか。モンモでいっか。お願いしますよ。さあ、チコリタが終わりました。熱っ。てか、俺あれだな、初代御三家なまってないね。そういや、初代御三家やってないんじゃないか。まあ、誰やるかというと、トカゲです。 OK。 ここの入り口で立っているやつはめっちゃ湧く。おお。そう、入り口に立っていやめっちゃ湧くらしいんだよ、これ。あー、これや、そこだ。あ、いぐ。これバカじゃん。バカです、これバカになっちゃったわ。はい。あー、何これ。
これ世界一楽かもしれん、この源泉。あ、そう、あぶねえ。あぶねえ。耐えた、耐えたぜ。よし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 。危ない危ない。必死そうになりました今。セーブしたっけ、あれ待って俺セーブしたか、やった待ってこれやった、待って俺セーブしたっけ、ねえ俺セーブしたっけ、ねえ俺セーブしたっけ、あれ待って俺ちょっと待って俺セーブしたっけ、してない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 、あーマジかよ、あーお前フレドラなんてあったっけお前、マジかよ、トカゲ最後にしましょう、やだよ、あーいるー、そう人影はもうここで終わらせるんです、人影はここで終わらせるんです、そしてちゃんとセーブをします、ありがとうございます、オッケーオッケー、メスメス、いいね、まあでも正直リザードンはオスの方が似合ってるが、まあいいでしょう、おーあぶね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 ー、よくやった、お前それさっきやれよ、じゃあいいよ、じゃあマスボ使ってやれよ、じゃあ、ああやってやるよ、やってやるわ、証頼むぞ、じゃあ証頼むぞ、本当に、さーてメスヒトカゲさん証はあるんでしょうか、お願いします、俺は今からフォッコを終わらせます、よろしくお願いします、お願いお願い、ああ、あれゼニガミック、ゼニガミック、どうする、どうなんだこれ、ちょ場所が悪い気がする、ちょっとこれ、それはそれでゼニガメ、ゼニガメってこと、やっぱりやっぱお前か、どう、なん、あ、でも悪くなさそう、おお、いいいいいい、めっちゃいいめっちゃいい、これはこれはやれってこと、つまりこれはやるしかないのか、なんかマジでいいな、マジでいいじゃねえか、ここそう、これでなんと輝き2つな、デカデカがつきますと、いい、え、いた？なんか、でもなんかね、なんか、ってやつはいたんよ。ね、それってさ、ね、ここら辺のやつね、そう、ここら辺にさ、なんかいた気したんだよな、なんか、違和感が。ほんと？いや、マジかよあ、これや。なんだこの色は、なんでしょうねこの色、よっしゃー、よーし、オーケー、ナイス、ゼニガメ君ありがとう、本当によかったよかった、めっちゃ嬉しい、バカ嬉しい、これ、いや君にはもうルアーボールでいいや、うん、ご褒美、ご褒美のルアーボール、オッケー、これご褒美です、いやなんかある気するんだよな、証これあると思います、ほらほらね、もう運命共同体なんですよ、俺とゼニガメは、せーの、
ー、暴れん坊のゼニガメ、雰囲気やがしきた。いや、そうなんつよ、来るんつよ。いやー、誰やろっかな。草行くか。草、猿乗り、猿乗りやります。まあ、コーストのどっかにいるであろう猿乗りやります。ただ正確な厳選場所がわかりません。どうすればいいでしょうか。さてと、いいわけだ。でこい、でこい。え、まっ、ん、あれ、ん、ちょ、え、待って、え、うん、うん、あ、違う、あれ、いや、ん、あれ、お前さ、お前とんでもねえやこりゃ。あ、しかもメスだ。あれれ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 、あれやばいね、ほんとに。どうしちゃった、どうしちゃったよ。ゴリラって、ゴリラんだ、メスは。なんとも言えんな。なんか、なんかな、ちくしょう。ナイス。あがし見ましょうか。うおマジで、ありがとうございます。なーにかな。またまたわんぱく泣かしかよ。え、だってゼニガメの時もさ、わんぱくだったよね。え、怖い、なんかもう怖くなってきました。じゃあ立て続けにキモリいっちゃうか。いやー、これもキモリも終わっちゃうんじゃない、すぐ。なんか草タイプメス来るね。ナエトウといい、サルノリといい、スタージャに来てくれよ。スタージャに見つけてほしかったな、ちょっとな。オッケー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 、ナイスナイスナイス、助かる。そう、群れ脇で出てくれると助かるよね、やっぱり。下振れを知らないね、ありがとう。まあ、ボールはモンボでいっか。オッケー、よし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 、これで草はあと2体か。やべ、上振れてんな。ではガシ見ましょうか。いや、あるんかい、マジでマジでやばい、来てる。今の俺はやばいかもしれない、誰にも止められない。勝負、いいね、腹ペコのキモリ、ありがとうございます。腹ペコのキモリ、ありがとうございます。じゃあハリマロ行こっかな。うん、ハリマロやります。そう、不思議だねを最後にしよう。そう、草枠の最後は不思議だねになりました。なんでそんなに証がつくんですか。だからもう言ってるじゃん、そんなん、いつも日頃の行いがいいからだって。まあ、ニャービーでもいっか、ニャービーか。ちゃもやっぱ炎やだな。そうだよ、あと10体だよ、早いっしょ。あー、オッケーオッケーオッケー、あざーす、ありがとう、あざーす。これ不思議だね、いけちゃう、もしかして。ちょっとハリマロン、ハリマロンはね、そう、ダクボって決まってるんですよ、相場が。そう、ハリマロンはダクボって決まってるんですよ。オッケー、なんなら前回のハリマロンも俺ダクボで捕まえた気がするもん。では貸し見ましょうか、ハリマロンさん、お願いします。よし、じゃあちょっと終わらしに行く？もう草を。不思議だね、終わらしちゃう？
草コンプリートするか。さて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 、いやこれマジであるぞ、これ終わるぞ、これ終わっちゃうかもしんねえな本当にな。おかしいな。そして終わっちゃった、終わっちゃったな。あーバックだわちゃった。オッケー。いや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 、そんなそんなバカな、そんなバカな。ポケモン GO だけどモンクロの色違い11体捕まえてきました。あー来た、よかった、やっと来た、やったやったやったぜ。そしてモンクロおめでとうございます。そして俺もおめでとう。いや場所どうなのこれ、いやなんかだこれ場所どうなんだこれ、あれね、これ場所どうなんすか。まずどんぐらい湧くのか、なんだよそのピンプクは。え全然わかんねえじゃないか。え待って、ここやべ、この場所終わってるかもしんねえ、待ってやべ、この場所終わってるかもしんねえ。え待って、2体3体、岩の上でピクニックできますよ。岩の上？あれってこと？ここでできんの？さすがにだよね。できた。できた。やば。何考えてんだこいつは。この主人公は何考えてるんや。やめてサイドン、やばいねこれ。いや待ってこれダメじゃない場所。え俺今からな、今なら帰る気すんだよな、なんかいやなんかこれダメな気がしちゃうんだけど、きつい。まあ帰るなら早めがいい、これね変えます。うん、探し直すわ、おっこしゃあなし。なんだっけ、ミジュマルかポッチャマだ。そう、ミジュマルかポッチャマどっちかしたいんだよな。あ、行ったそばから来たな。ちょっとやっていい？先に。ミジュ。ちょっと先にミジュやるわ。場所が良かったらやっちゃいます。良さそうです。良さそうです。あれ？スローで確認する。これやったか、これやっちゃったか、これやっちゃったか、やっちゃったか、これやっちゃったねー、やっちゃってるじゃねえか、終わりやないか。あれ俺セーブしたっけこれ。あとチュリネだ、そうだよチュリネでお世話になったわ。あってこれは来ただろ、これは来た、よかった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 、これは来たよな、オッケー。あーマジで嬉しい、本当に嬉しい、本当に嬉しい、マジで嬉しい、マジで嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、あざっす。あぶねえよみじまるさん。 OK イエス。さあ歌詞を見ましょうか。やっぱ炎少ないよな、こう見ると。まあ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 、しゃあないしゃあない。まあ上振れてくれればワンチャンあるんだよ、上振れてくれりゃ上振れるんだよ。15秒ありがとうございます。15秒で光りました、ありがとうございます。よしよしよし。
運がいいのよやっぱり。配信の最初はちょっと捕まってくんねえかな。捕まっちゃってやばい、捕まってくんねえかな。ちょっとスピボで捕まえたい気分、スピボで捕まえたい気分。オッケー、いいえ、ナイス。さあ探してみましょうか。ドゥドゥンドゥンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥン。ほんならニャビ行こうかな。番外編が来るではないか。でもあれでも終わりなんかな DLC。 あー終わった、終わった。早すぎる。嘘だろ。あざーす。じゃ頼むよ、当てろ、当てろな、当てろな。何やっとんねんお前バカ野郎。言ってめっちゃ食らってる、バカ野郎。まあまあまあレポートはしてるんで大丈夫でしょう別に。いやでもあれなんだよな、そうレポートしてるけどさ、そうパワー切るんだよな。おい、来てねえじゃねえかよ、ざけんなよマジで。わ、最悪だ本当に。してないやんけ。ああ、ふざけんなよこいつらマジで、こいつらマジで許さねえ。もう泣きてえよ本当に、もう泣きてえよ俺は、最悪だよ。そうスピボー取っとけた、そうスピボー取っとけただけマシかもしんない。ねえお前モンボ嫌いよ、お前、お前モンボ嫌いな、我慢しろお前、我慢するんだよ。いやー狂ったー、これは狂ったなー。いやもうパワーねえしなー、今パワーねえし、ちょっと水やるか。じゃあメッソン、ちょメッソン行きましょう。そメッソンはここで遭遇つければ出るはず。まあニャビーはまた今度やな。俺普通にセーブしたと思ってたんだけどなー。で、分かってたもん、俺、ニャビにフレドランの。俺、マジでもセーブした気でいたわ、普通に。よし。それのね、青の円盤、初色違いは、メッソンですからね。この場所が神なんですよ。皆さんもぜひ真似しましょう。マナフィーの色厳選してください。マナフィーの色厳選ってどうやってやんの？初代ダイパで8192分の1を引くだけです。地獄じゃねえか。無理だわ、無理だよ。やだ俺、8192分の1はもうやりたくないんだ。あ、おい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 、ありがとうございます。まあちょ、一応セーブしようか、一応な。おい逃げるな、おいおい逃げるな、ちょっと走れねえ。ありがとうございます、ナイス、なぜ？ありがとう！メッソンありがとう！俺の上振れはまだ終わってないようだね。まあ、ダイブボールでいきましょう。OK！ な、いいね。メソメソ泣くメッソン見たくね、みんな。メソメソ泣くメッソンを見せてあげましょう。まずは証があるかどうか。お願いします。ないんですよね。足回りいきます、遭遇残ってるんでね。さあまだまだ上振れのチャンスありますよね、足回りさん。何分あと、いいね、20分には切る。今日は開幕から上振れですか。まあ上振れじゃない、15分くらいでみじまる光って、15秒でアチャも光って、でそっから2分後にニャビー光ったけど、ただそれは消えて、でそっからメッソン光ってるからな。上振れちゃう、上振れだ。あ、あ、
あ、ちぃは。あ、来た。よし。なんかでかくねしかも。なんかでかくね。いや、まあ遭遇だからさ、まあさすがに最大はねえか。いやーマジでメス引きたい。お願いメス引かしてくれ。あははは、オスだった。オッケー、明石来ると思うけどね、そろそろ。どうなん、お願いします。いやもうほっこうやるかも、今日は終わらすしかねえ。一番簡単なの、一番簡単だったのは誰ですか。複数体いるわ。よしよし、ここはどうなんじゃい。お、なんかいいんじゃない。いや、いいんじゃないか、これ。この場所はどうなんじゃい。これめっちゃいいかもしんない。結構いる。てか本当か、ブロックの上でピクニックができるらしいんですが、正気か。アホ、こんなとこでピクニックすんな。椅子浮いとるやんけ、もう落とされとるやん、ポケモン。あ、でも厳選場所としてはいいのかもしんない。まあでも結構ね、見やすいからね、ここ普通に厳選場所としては素晴らしいんだよな。俺の最大色違い、いやー、くっそ。まあ捕まえるか。いやー、そうなるよな。もう覚悟はしてたよ。覚悟はしてました。俺はわかるんだよ。そう、こういうポケモンに関して証があるんだよな。なんでやねん。ほら、なるんだよな。うん、こういう時に書いてあるんですよ。おお、調子だ。すげえ。おーい、どうなってんだよ、これ。どうしたものか。そう、ただ持ってる男は、そう、あと2分で光るんですよ。そう、ここで光れば一流。ここで光んなかったら二流。ここで他の光ったら三流。そうだよ。そう、他の光ったら三流。いや、ワンチャン、まだワンチャンあるって、ちょっと。あははは、二流でした。俺は二流でした。明日は長くなりそうやな、これ、ちょっとな。明日は長い戦いに、あ、待って、来た。パワーねえけど、来たー。最後の最後で光るんすよ。最後の最後で光らすのが俺なんすよ。メス、えい、オッケー。よし、お願いします。ですよねー。不思議だね、オラスカじゃ。うん、あれー、ちょ、動くか。いや、どうしよう。動きたくねー。俺、動いて見逃してんだよな、何度も。いねーなー。よし。来たな、よかった。あぶねえ、気づいた。あざっす。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあモンボでいきましょうか。 OK。 まず1体で沸かしてみましょうかね。そろそろ証し来てくれてもいいんじゃない。そろそろ来てくれてもいいんじゃないでしょうか。ありませんでした。バカ野郎。まあいいでしょう。 OK、 ポッチャマ行こうか。だからまずポッチャマのタラッセを出さんといけないな。これはいや遅いだねだね、お前はもうええんじゃ。まあそうか、一応これ草の遭遇ついてるからか。あのトラウマを再び。ねえ、お前じゃねえんだよ。だからお前じゃない、お前じゃねえんだよ、そっちじゃねえんだよ。ねえ、おかしいじゃないかい。もう鈍いちやん、そんな。ぼっちゃまかみじまるかの鈍いちやん。そういえばクリスマス交換会リア充参加禁止だけど、風間さんがリア充になったらどうするんですか。俺がリア充になったらまずポッチャマが出ます。はい、それがリア充になったらまずポッチャマが出ます。ありがとうございます。あざーす。え、どこ、ここなんか地下地形なんだこの場所は。バカ地形。いや、ここめっちゃよくね。待って、ここよくね。あれ、これよくね。待って、もうポッチャマはもう3分だね。うん、ピクニックしてから3分で終わらす。いないなあ。やばい、もう3分経ち、やばい、あかーん、あかーん、もう3分経っちゃうやんけ。はいはいはい。まあ、夜は結構いいかもね、これ。あ、待って、来た来た来た、あー来たでしょこれ、ほらほらほら。オッケー、よし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 、オッケー、ありがとう。さーてと、さてさて、あと2体ですか。捕まってくれな、捕まってくれな、全然捕まんねー。はい、起きた。やばい、努力します。やばい、負ける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 、やばいやばい、渦潮もあるし、やばすぎるやばすぎる、だるすぎる、渦潮がだるすぎるんだけど、死ぬって。やばいやばい、捕まんなかったら死ぬぞ。ガッサ頑張れ、お前は捕まんなかったら死ぬんや。オッケー、いたいた、ガッサ生存、ありがとうございます。おい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 、ダメ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 、何しとんねんお前、おい何しとんねん、おい何しとんやお前は。では証を見ましょうか。お願いしますよ、お願いしますよ。まあニャビ行きましょうか一旦。だから炎の遭遇つけます。まずニャビを5分で終わらせます。でそっから火の嵐を25分で終わらす。以上、これが今日のプランです。イエス。もちろんこれ昼に終わったら4時からまたありますよね。ないです、特にないです。あーっしゃ、きたー、よっしゃよっしゃー、オッケー、早い、お前はやっぱりもう最強や。で、ちゃんとレポートします。もうちゃんと本当にもう。もう本当にレポートして、オッケー!終わっちゃうよ!メス!お前メスかよ!お前メスかよ!なんで、じゃあもうラブボで行こう。ラブボで捕まえようぜ。せっかくなら。あー!捕まんない!捕まってよ!せっかくラブボ使ってるというのに、お前。バカ野郎。俺の愛を受け取れ、ガオガン。ガオガンじゃねえけど、ニャビ。ニャビ、俺の愛を受け取れ。俺の愛を受け取れ、お前、バカ野郎。何しとんねん。嫌い?ね、全然受け取らん、こいつ、俺の愛を。舐めてんな。やばいって、こいつ。しかも混乱してるって、こいつ。お前、自称したら許さんよ。お前、
芝生と本当に何をしとんねん。何をしとんのお前は。そういう運命ってこと。そこに愛はあるんか。捕まるんかい、捕まるんかい。何かしらあるんでしょうか。あったー、きたー、メス色証きたー、メス色証きたー。うおぼーっとしてるニャビーきたー、感情証きたー。熱っ、激アツやんけ、激アツニャビーやないかい。よしオッケー、ありがとう。あ、ここっぽい。あ、ここか、ここだ、ここだ、ここです。来ました、来ました。で、実はね、そう、この洞窟、そう、この洞窟なんと、え、ここでピクニックができます。なんとこれが、なんとこれがピクニックできちゃうんですよね。いや、もう速攻で終わらそう、速攻で終わらす。で、ここに立つんですよ。そして、はい、ピクニックします。で、ここに立ちます。そうすると湧くんですよ、火の嵐が。で、あとは何体湧くか。え、今回は4体でした。舐めています。そう、基本的にはこの繰り返しです。今回は、3体でした。ふざけんなよ。なんだよ、3体。舐めやがって。舐めやがって、こいつマジで。何が1体じゃ。あー、終わっちゃう。待って。いや、これ、脇よくね、めっちゃ。1体脱走してるし。そう、1体脱走してるってことはこれ熱いんだよマジで。ほら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 、熱いんだよ。456789101111体きた。いいね。ああ、おお、すげえ。いないのこれ、待って、何体これ。12345678910111213141、14体きたそうか、おめえ上等じゃねえか、イノラシやってくれんな。まあまあ、ラスボスにふさわしいわな、これはな。ちょっとスードルを作ろうと思ってんだけど、そこのピクニックをしてる間に準備をするんよ、俺は。わかるか。そう、火の嵐見ます。で、ピクニックします。で、次に付属のタレを入れます。はい。で、やめるじゃん。で、今ここで、そう、待ってる間にチンしに行く。さよなら。はいはいはい。で、はい、チン、今しに行きました。で、見ます。あっ、終わった、やったー、終わった。チンしに行ったら終わったぜ、やったー、やったー、終わったー。マジかよ、なんでやねん、今かい。あざーす、あーざーす。銀の嵐ね。まあ、お前はモンボや。お前はモンボや。終わった。終わったー。では最後、歌詞見ましょうか。ドゥドゥンドゥンドゥドゥン。ドゥドゥンドゥンドゥドゥン。まあ、サイズ見に行くか。まあ、最大、まあ、最大の可能性がありやつだけ見に行くかじゃ。まず、ワニの子はあんのか。ワニの子は最大チャンス。
いいえ、マジかよ。マジかよ。嘘。いいえ、マジか、やった。いいえ、最大なんだ、マリノコ。マジかよ。え？あら、でっかいワニの子、ありがとうございます。マジかよ、やった。めっちゃ嬉しい、これは嬉しすぎる。